神の子羊は、スペインのバロック期の芸術家、フランシスコデスル・バランによって1635年から1640年の間に描かれた油彩画である、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。神の子羊は、先霊者ヨハネがイエス・キリストを世の罪を取り除く神の子羊と表現したヨハネによる福音書に記録されているキリストの称号を示唆している。子羊は、 犠牲の象徴であり、キリストの犠牲と重ね合わされる。同じ主題の絵画が何作か知られているが、本作は最も質が高い。必要最低限のモチーフとごく限られた色彩のみによる作品であるが、スルバランの消出した写実的技法で強い光を浴びた子羊が鮮烈に浮かび上がり、子羊の湿った花と目、汚れているが柔らかな毛などが、 質感豊かにリアルに描き出されている。同時に、運命から逃れられない子羊の夜るべなさが強調されている。絵画は、サラ・フェルプスによる、英国放送協会のアガサ・クリスティ原作の五作、すなわち、そして誰もいなくなった、丈夫無実の者の試練、ABC 殺人事件、及び、青ざめた馬に登場する。絵画が繰り返し使用されたのは、 有罪の人物を滅亡への道に導いた、その抑圧された性質を象徴するためであった。アニュースデー。無性オナシオナルデル・プラード。2012年5月24日。閲覧。プラド美術館。ガイドブック。2009年刊行、88から89号。ISBN978 から84848018942021年5月28日。 閲覧 https www.radiotimes.com ニュース TV 2020年2月16日ペイルホースアガサクリスティーペインティングありがとうございます